スーイフトシは9戦艦。スーイフトシは9戦艦は、イギリス海軍がかつて保有していた全土9戦艦の艦級の一つである。もともとは、地理海軍向けの二等戦艦として発注されていたが、建造中に、地理が財政難に陥り、イギリスが購入したという複雑な経緯があり、同時代のイギリス戦艦と比較して性能は劣っていた。スーイフトシワ9は、 地リ海軍がコンスティトゥシオンとリベルタードという名前で戦艦の建造をイギリスのアームストロング社に注文していた。日本が日露戦争に備えてこの2艦の戦艦を購入しようとしたが果たせずロシアに売却される恐れが生じたためにイギリスが買い取ったという経緯がある。これら2艦はスーイフトシアおよびトライアンフと名付けられた。 二艦は1904年に竣工している。購入予定国の地理の事情に合わせた設計であり、他の英国戦艦とは異質であり、そのため艦隊に編入しても、他艦と同一行動ができず、たった二隻だけでは有力な戦隊も編成できず、主に海外派遣任務に用いられた。強いてあげれば二等戦艦のバーフラー級戦艦、レナウントは、性格的に似通っていたが、これら三艦は、 性能不足と判断されて早々に除籍されている。それでも第一次世界大戦に投入され、トライアンフはガリポリの戦いにおいてドイツ潜水艦 U-21 による魚雷攻撃によって撃沈されている。スーイフトシアは標的艦に改装となった後の1920年に退役、スクラップとなった。 本級の基本設計は、同年代の全土急戦艦の艦型を小型化し、砲力、走行を減じ、代わりに速力を増加した艦としてまとめられた。本級の船体形状は、当時の主流である、平ら艦型船体で、艦首水面下に昇格を持つ艦首から、全部艦板上に、アームストロング1904年型マークシックチ2 5 4 c m 4 5口径砲を、 連装式の砲塔に収めて一機を配置。環境構造は、司令塔を下部に組み込んだ船橋を両側に持つ、箱型環境の背後に二段の見張り所を持つ、ミリタリーマストが一本立つ。船体中央部に二本煙突が立ち、煙突の周囲は関西艇置き場となっており、船体中央部にイギリス式設計では、珍しいグースネック、カモの首型クレーンが、 片原に一基ずつの計二基で運用される。二番煙突の後部に、後部ミリタリーマストが一本立ち、後部甲板状に、後ろ向きの 25.4cm 連装手法等が一基配置された。手砲口径を妥協した代わりとして、副砲を強化しており、19.1cm 単装砲を7基、計14門搭載し、左右の原則には一番煙突から二番煙突の間に、 甲板上に2機、原則ケースメート配置で5機配置された。装甲防御は妥協したものの同じく、妥協している法事からとはバランスしており、速度も当時の戦艦としてはかなり有速であり、いわば、全土球小型高速戦艦、あるいは大型装甲巡洋艦、後の巡洋戦艦の戦区と呼べる性格の艦であった。しかしながら小型の手法と大型の副砲の組み合わせは、 フィッシャー提督が推進する単一巨砲艦とは、正反対の核の艦であり、英国艦隊では、軽視扱いであった。本級の手法は、アームストロング社の新設計の、アームストロング1904年型マーク 625.4cm45 口径砲を採用した。その性能は 227kg の砲弾を、 最大行角13.5度で13,530メートルまで届かせられ、射程9,140メートルで305ミ、mm、リメートルの鉄板を貫通できる性能を有していた。この砲を新設計の連装式の砲塔に収めた。砲塔の不行能力は行角13.5度、深く3度である。旋回角度は単体守備線方向を0度として、 左右150度の旋回角度を持つ、主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶断、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。装填形式は自由格装填を採用しており、装填角度は、行角5度、不く3度の間で装填できた。発射速度は1分間に3発であった。設計は新しいものの、後継は抑えられており、 走行巡洋艦の手法や純度急戦艦の中間法にも同一口径の採用例がある。同じ口径の手法を採用した戦艦の例としては、バーフラー級やレナウンがあるが、戦艦としては、性能不足と判断されて、早々に除籍されている。通常の同世代のイギリス全土急戦艦が15.2センチメートル法を採用しているところを、本級の副砲は、 手法の威力不足を補うため、破壊力を優先し、装甲巡洋艦の手法クラスの後継である、アームストロン1904年型マーク3、19. 1 9 1トル50口径速射砲を採用した。その性能は9 0 7ラムの砲弾を、最大行角15度で、手法並みの1万3 1 0 0ルまで届かせられ、射程9 1 4 0ルで1メートルの、 後半を貫通できる性能を有していた。この砲を単装砲がで、原則ケース名と、砲角配置で片原7機ずつ、計14機を配置した。浮行能力は、行角15度、深く5度である。旋回角度は160度の旋回角度を持つ、方針の浮行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で補助に人力を必要とした。 発射速度は1分間に5から6発であった。このクラスの複砲を搭載する戦艦は他にもあるが、全土級戦艦よりも一段と強化されているとして、純土級戦艦に分類されている。ただし本艦は、手砲威力に劣ることから純土級戦艦としては、扱われていない。他に、耐水雷艇迎撃用に、アームストロングマークス I7.62 センチメートル、 50口径速射砲を、単装砲がで14機、アームストロングマークス I7.62cm、40口径速射砲を、単装砲がで2機、アームストロングマークス I5.7cm、40口径速射砲を、単装砲がで4機を装備した。対艦攻撃用に 45.7cm、水中魚雷発射管を単装で2門を水戦部に、装備した。 常実の通り速度性能を重視し、走行重量が削減されたが、自らの法力に比して、あるいは排水量の割には優秀な防御力を持っていた。原則走行は、末端部でさえ 76mm、中央部は 178mm にも達する、重厚な水線部走行を持っていた。砲塔防御も、前立てが 254mm もあった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。